本日この後13時3月9日土曜日 JA 全農カウントダウンジャパンゲストナンバー・アイラジオの魔法が今日も都内で繰り広げられます本日13時からは JA 全農カウントダウンジャパンがお届けする特別な時間今回のゲストはナンバー・アイその最新の作品ボートの舞台裏や聞きどころに迫ります通常のスタジオではなく都内某所のスタジオからの生放送となり 予測不能な展開が待ち受けています。普段とは異なる雰囲気のスタジオからの生放送に期待が高まりますね。今回はカウントダウンジャパンの舞台裏に迫り、そのコミュニティへの影響を考察してみましょう。一部のファンはすでに待機モードに入っています。ラジオがお好きな方々が新しいエピソードや興奮を共有する場として今回の生放送を楽しみにしています。しかし、今回の番組は通常とは一味違います。 なぜなら、三人のトークがどこに着地するか予測不能な魅力があるからです。ファンたちは、ラジオを通じて新たな一面を垣間見ることに期待を寄せています。ナンバー、愛のラジオトークとても楽しみです。との声が広がっています。番組への期待感が高まる中、リスナーは旅行中でもホテルに戻り、大切な時間をこの特別なラジオ番組に捧げることを決意しています。これだけの期待が寄せられているのは、 番組が通常では触れられない側面やエピソードを提供することが期待されているからでしょう。また、リスナーからのコメントには、発表があってから今日の日をとても楽しみにしていました。いや、ナンバー、愛をゲストに呼んでいただき、とても嬉しいですといった熱い思いが込められています。ファンは、今回の放送で新たなエピソードや裏話を聞くことができることにワクワクしており、すでに待機モードに入っている人も多いようです。 さらに、リュスナーたちはラジオの魅力を口にしています。ラジオ大好きなので嬉しい。いや、生放送のラジオ、どんなエピソードが聞けるのかとっても楽しみですといったコメントが寄せられ、ラジオが提供する独自の楽しさへの愛が感じられます。この特別なラジオ番組が提供する楽しみと興奮は計り知れません。13時からの放送をお見逃しなく、新しいエピソードと共に、3人のわちゃわちゃトークに耳を傾けてみてください。 リアルタイムで番組を楽しむことで、普段触れることのできないナンバー、愛の新たな一面が垣間見えるかもしれません。お楽しみに。ファンたちは、ナンバー、愛のラジオトークが予測不能な要素を秘めていることを知っています。3人のトークがどの方向に進むのか、その道の魅力に期待が高まります。旅行中のファンも、ホテルに戻って楽しむぞと張り切っています。 最後に、私たちもこの特別なイベントにワクワクしながら耳を傾け、音楽とコミュニティが織りなす魔法の瞬間を楽しんでみましょう。お楽しみに。